小雪です。小雪であんどころです。ようこそおいでませ。今日はですね、一人なんですよ。あんちゃんにお誕生日のサプライズをしよう。10月の28日がですね、あんちゃんの誕生日でございます。我々レイヤーなので、あんちゃんの推しのランマ2分の1の女ランマをね、コスプレをしてお家に入ってきたら、いきなり推しがいるっていうサプライズのお誕生日パーティー。こういうサプライズとかね、初めてやるんだよね。明日あんちゃんが家に来るので、お家をですね、お誕生日仕様に飾り付けたいと思います。ドンキでね、パーティーグッズを買ってきました。パンってするやつ、あんちゃんに音を鳴らすやつやったらもうびっくりしすぎて私のコスプレどころじゃないと思うので、あんまり音が鳴らない散らからないやつを買ってきました。明日の朝にケーキを買いに行って集合したらパンに行きたいと思います。風船を膨らませます。スタート。ちなみに撮ってるけど編集するのあんちゃんだからね、よろしくね。結構大変かもこれ。あ、くしゃ、銀杏みたいな匂いする。最悪。なんかこれさ、全然つけ方わかんない。え、膨らまない。これ棒ないとダメなやつかも。これかもしれない。あ、これだわ。できたよ、見て。できた。これを膨らまさないと。おお、膨らんだ。くそ大変。あとはこのオレンジの風船を。え、膨らまない。あ、肺活量が。どうしよう。あ、押し返されちゃう。命が足りないわこれ。あ、死ぬ。いけた。明日はまたやろうかなと思います。明日の動画へどうぞ。昨日作ってたこの風船を飾りつけてケーキを買いに行っていきたいと思います。できました。ケーキを買いに行ってきます。ランマ2分の1の女ランマちゃんのコスプレをしていきたいと思います。ランマは、ごめん、ちょっと今さ、お風呂上がったばっかりだからさ、ちょっとカフェとか行ってもらってもいい？あ、わかった、オッケー。10時まで待ってほしいかも。はーい。やばい、今10時半なのにもあんちゃん来ちゃった。焦った。完成でーす。あんちゃんをお迎えしたいと思います。鍵開けとくからそのまま入ってっていう風に言ったので、もうすぐ来ると思います。大丈夫かな、うまくいくかな。来ました。え、うわー、何何、びっくりした。えー、お誕生日おめでとうございます。びっくりした。えぇ、めちゃめちゃびっくりした。ちょっと待って、来週誕生日だけど、いや、めっちゃ、ちょっと待って、本当にびっくりしてるよ。
の漫画10巻ぐらいまで読みまして、偉すぎ、履修しました。めっちゃいい子ちゃん、やばすぎる。なんでなんで、そこまで壊れちゃったって。どこまで読んだの。あっちにじゃあ一回行きましょう。ケーキも用意しました。やば、ワッフルケーキ食べたいって言ってたんで。そんなことこんな秒で叶うと思ってなかった。私いちごなしホールケーキ。完全にすごい解釈一致したが、解釈一致した。感想ですか。え、まず開けて銃口を突きつけられた人みたいになってた。いろんなことが頭の中を巡ったもん。相当巡った。死ぬかと思った。そうそうそう、めっちゃ可愛いねこの風船。やばなんか風船のお尻に顔出る。やめてよ、バラさないでよ。なんか私ね、先週めちゃくちゃなんか不運なことが結構続いてて、1週間ずっと不運が続いた上に最後自転車でこけたのよ。でその日に、うん、ダンスの練習があったから、あ、そうそうそう、こけた日の、そう、こけた日に夜にね、最低だったみたいな話をしたら、なんかおまんじゅうくれて、私はこけたのこのおまんじゅうをもらうためだったんだって納得してたんだけど、うん、でもおまんじゅう1個でちょっと不幸すぎたって思ってたんだよ。本当に借金返せてないよ。そうそうそう、それにしてはマイナス多くね。先週トリちゃんに相談してたもん。おまんじゅうもらったからって言ったら、ちょっと高低差あってなくない、それ大丈夫とか言われて、いやでもしょうがない、それぐらい私にとっておまんじゅうは大事なんだとか言って言い聞かせてたんだけど、これだったわ、このためのだったわ。ちょっとじゃあサプライズが成功いたしましたので、はい、この後の動画は別にします。未公開集をまとめる予定だから、そこに入れとこうか。うん、みんなもね、参考になったかな。参考になればいいんですけど。参考になるようなくだりが前半にあったんだ。家にね、お呼びするときはこういうことができますよっていうモデルプランを。そうだね。皆さんもね、ぜひサプライズとかね、してみてください。ぜひぜひ。以上、クリスティアンドコロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。5年越しぐらいにね。やばい、やそんなん、じゃあ合わせしような。かわいすぎ、私緊張してる、ちょっと待って。え、大丈夫この動画、なんか私がすごいうわーってだけだけど。